サハギンか。サハギンが出てくるけど、細かいの出てきたっけなとか思いつつさ、頑張って死んできますわ。やっぱり、あ、細かいのも出てくるけど、全部読んでいい？え、なにこれ。ガンダーム。俺戦車乗ろうかな。サハギンが、超でっかいサハギンがいるってこと？まるでサイレンを守っているようです。サイレン、あ、そっか、サイレンか。顔見せ見たな、そういや。これはガンダムで行く。なんだっけそれ。ガンタンクだ。それなんだっけな、あの映画でしょ。当たってる。めっちゃ当たってる。届いてるこれ。何その赤いの。え、これは車線。車線。飛んでるのはバルタン。うおー。何これ。動物は消毒だ。あ、こいつ一匹倒すのに弾なくなりそうなんだけど。いや、ちょっと毒がやばい。あれ、もう一匹来たよ。後ろから。ああ、いっぱいいるよ。倒した。あ、何これ。あ、なるほど。後ろにいるわ。後ろにいるわ。後ろにいる。俺のガンダムだ。よし。うさん、それプラズマキャノンでしょ。プラズマキャノン。プラズマキャノン弱いからライトニングボートかな。マジで？だって400とかでしょ多分。400。3000とかいかない？あのライトニングシリーズで。500だ。500。いや。ライトニングは2000ぐらい。ガンダム簡単に潰れてしまう。弾がなくなっちゃった。ちょっと待って、なんか高く飛べないんだけど、このコア。ちょっと植木邪魔。よいしょ。わあ、なんか死んでしまいそう。わあ、音はすげえ。あ、死んだ。俺のせいだ、この音は。クマさんのおもちゃ。おもちゃが。わあ、なんなの、こう。飛べないんじゃ。飛べないウィングダイバーなんて。いや、これ死んだ。どういうこと？飛べない。え、なんか上に飛べない。めっじゃあ、何スタミナの値は大きいけど、なんか、あ、それどう考えてもあれじゃんよ。ローディングコアかな。なんかビッグコアってな名前の。ああ、そうそう、800ぐらいあるんだけど、そうそうそう、飛ぶのに飛べないやつだよ、うん、これ。あ、飛べないやつだ、それヘビーキャノンとか固定放題する。昔ゲンドミルって武器があった時に、うん、つける用のコアだよ、それ。あ、マジで？じゃあ地上用コア。地上用コアだ。あ、すげえ回復が落ちている。目の前に。助けに来いって。え？助けに来いって。ここに回復が落ちていますよ。そんなこと言ってねえって助けに来いや。間違ってね。間違って。助けてから拾いたい。なんか、ガノトトスか。ガノトトス。
アイテム回収。帰った。出て出て。これめちゃくちゃめちゃくちゃスタミナあるけど。いやそんなの使うやついねえぞ。本当特殊な面でしか使わないよこれ。マジで。しかもいや6に至っては使うかどうかわかんねえからな。グングニルがないから。ああ使い道が思いつかないんだけど俺。いやめっちゃ使いづらいこれ。任せろ。届かねえ。怪物が来ます。あれか帰る飛び帰る飛び帰るもいるんだよね。カエルなんか餌食じゃ。俺の爆破で吹き飛んでいけ。うわよし。いいんだ。サイレンから離れろ。離れた。うわー起きたー。あ、もういるもんな。サイレン。あ、サイレン対策なんもしてねえや。サイレンには手を出すな。だってもうサイレン攻撃してくるし。わー攻撃してきた。危ない。避けなさいよ。全員死んだ。ウィングダイバー部隊が。あ、明治表記が出ないからこの人。え、こっちダメージ表記出ないの？うん。出に行くか。あ、カエルが飛んでった。あ、一人だけ起きて頑張ってる。敵がさ、すげえバラバラにいるんだよな。おぉ。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、生きてる。テロン。すげえ遠くになんか、あ、あれあれじゃん、魚じゃん。魚やってくるわ。魚まだいたん。伸びている。ちょっと熱すぎる。熱い。いやもうなんか何もできないんだけど。あ、終わった。あ、終わった。あ、終わってない。毒切り吐こうとしてる。え、こっち来てる。サイレン、サイレン離脱しました。離脱した。なんでこっちに魚がいるんだよ。魚じゃない、カエルが。カエル飛んでって。もう毒斬りやめろよ、めんどくせえな。今回は逃げられた。だが、奴も無敵ではない。傷を癒し、力を回復するためには休まねばならない。それが分かれば、いずれチャンスは来る。いやー、無敵っすよ、あいつは。レンジャーみたい。
いや、もう全然だよ。残像残し移動してる。あ、残像。出た。今回は普通に。わあ、アルカナさんがやってるわ。エアトートスター、ちょっとビール。カメちゃんだ、カメちゃん。やめて、近くで爆発しないと俺死ぬ。あ、あ、近くで爆発しても死なへん。ちょっと待って、あれだ、コアが、コアが間違ったままだ。いいかよ、使えないやつじゃん。使えないやつだわ。どうなんだろうな、総合ダメージで言ったら。アーケインのが強いのかな。よくわかんねえな、DPS が。手数？手数とか。アイテムが、アイテムがいっぱいあるよ。取らないと。ちょっとね、移動が遅いんだ。移動が。君の特技は何ですか。機動力がないんだ。重くて。君の長所はどこですか。空を飛べないんじゃ。え、しかもこれ飛ぶとめちゃくちゃ。回復が遅すぎる。消費量が多くて回復消費量70とか、あれ200だっけ、うん、でも消費量あっても、うん、確か重くて飛べないはずなんだよ。そう、重くて飛べない。ちょっと浮くぐらいで。そう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 、そうだから遠くからプラズマキャノン超連打はできるんだよね、飛ばないで。赤のプラズマカヌン500、500、600?509、509を一匹にでしょ。何秒だこれ。いや、連射できるのは知ってるけど、そんな連射っていうほど連射ではない。OK ね。プラズマキャノンだからね。そう、いやでも飛んでけないから怖いな、あれ中入ったら死ぬ。来んな。ニアトードを進めた、楽しい。うわぁ、第三部隊来た。これはもう一発か。アーケインのいいところの一つ、射程が1キロ。1キロすげえ。高機動型に届くんですよ。すげえな。あ、もうちまちまやるしかない。適当にやどうとするだけの仕事。さーて、じゃあ俺は敵倒すのやめて誰かの代わりやってこようかな。アイテム回収。
作戦を提案したい。今遠くに武器が1個見える。あれは逃せない。あなたにそのような権限はありません。戦略情報部には何者も介入できないのです。敵は我々の作戦全てを知っている。もうちょっとダッシュしたらすぐなくなるね。さらにその裏を書く。根拠のない妄想です。ウィングダイバーの装備なんだけど、ウィングダイバーが装備する装備じゃないんだよね。いいとこだ。身軽で空飛べるために女性が装備するっていう設定のはずなのにさ。じゃあ身軽さなくなってる。じゃあフェンサーでもいいじゃん。それだ。女版フェンサー。フェンサー。やべえ、アイテムが。だいたい回復残しでいけるから。ミュウさんの方多分めっちゃ落ちてる。マジでサボってんじゃねえ。いや、近くのは拾ってるけど。終わった。まずい、あそこにウェポンが、あ、取った。なんて動きづらいコアなんだ、これ。ベンサーの方が動ける。